こんにちは。今から私たち薬剤師外来についてご紹介します。薬剤師外来では飲み薬の抗がん薬での治療を受けている患者さんをサポートしています。薬を飲むスケジュール管理や副作用に対するマネジメントを患者さんご自身で行えるように支援することが目的です。がん医療に関連した資格を有する薬剤師が対応しています。飲み薬の抗がん薬は毎日飲む薬や一定期間飲んだらお休み期間を取らなければならない薬まで飲み方が様々です。副作用も薬の種類によっていろいろな症状が出てくるため管理が複雑です。薬剤師外来では皆さんの理解を深め安心して治療を続けていけるようお一人お一人のペースに合わせて薬の使い方や副作用への対処方法を分かりやすくご説明することを心がけています。またお仕事や趣味のこと生活環境も踏まえながら治療とうまく付き合える方法を一緒に考えていきます。次に薬剤師外来の利用方法についてご説明します。薬剤師と面談するタイミングは新しい抗がん薬を始めるときとそれ以降で異なります。初回の面談は医師の診察により新しい抗がん薬が処方された後にその薬の使い方や起こりうる副作用についてのご説明を行います。その際に患者さん自身の体調はもちろんのこと、採血結果や抗がん薬の投与量、副作用対策のための薬など処方内容のチェックも行い、安全に治療が始められるかを確認しています。他の病院から処方されている薬やご自身で購入したサプリメント、健康食品も把握いたします。2回目以降は病院にいらして採血などを済ませた後から医師の診察までの待ち時間を利用して面談します。抗がん薬を正しく飲めているか、飲み始めてから気になる症状がないかなどを確認し、症状への対処方法をアドバイスいたします。また医師には抗がん薬の使用状況や副作用状況を報告するとともに処方が必要だと思われる薬を提案します。これらの報告や提案を参考にしながら医師は診察を行います。薬剤師外来を数回繰り返し飲み方の管理や副作用への対処がご自身でできるようになった段階で薬剤師外来は一旦卒業となります。その後に困ったことや心配なことがありましたらいつでも薬剤師外来を再開できますので担当医師にお声掛けください。お一人で悩まず、いつでも相談できる薬剤師がそばにいることを忘れないでくださいね。